はい、皆さんこんにちは、ワンダリフルイジです。では今回は維新の嵐幕末志士団土方歳三物語続きをやっていきたいと思います。前回はですね、坂本龍馬の暗殺、さらにご両医師伊藤貸太郎の一派を撃滅したというところまでプレーを行ってきました。まあ史実ではもうちょっとするとね、鳥羽伏見の戦いが始まるというところで、前回会津藩からはですね、頓称を引き払って鳥羽伏見、特に伏見の方に布陣しろという命令が下っていますので、今回はね、いよいよ風雲急を告げる幕末の戦いに向けてプレイの方を進めていきたいと思います。では早速続き始めていきましょう。もうこれ頓称に行ってどうのこうのっていうのはないですね。伏見奉行所に変わっちゃってますね。今までは前川邸に行って、そこで新選組の大使たちに命令を下すことができました。まあ、どこそこに行って、誰それを見つけてこい、みたいなね、そういう指示、命令ができたんですが、もう本拠地が伏見奉行所に変わっています。では早速、伏見奉行所の方に行ってみましょう。ただ、ここでも学問の修行とかはできそうですね、まだね。では、ここでまた時間を少し進めていきたいと思います。もう、源さんですね。土方さんと。ということでイベントが始まっています。見ていきましょう。沖田くんが襲われた。この時ってもう沖田総司はどうなってたんだろう。なんか白血病かなんかっていうね、まあ難病になっていたと思うんですけど、この鳥羽伏見の戦いの時にはもうすでに沖田総司は戦線を離脱しているような印象というか、そういうことになっていたと思うんですけどね。ここではとりあえず沖田くんが襲われたということです。まあ、ただ無事のようですね。まあ、相当な剣客であるこの沖田を狙ってくる、それは伊藤派の残党ですね。この流れは沖田に続いて近藤が今度は死角に狙われそうな、そんな感じですね。篠原が来てますね。これは伊藤一派の輩たちです。まあ、近藤であれば 3,4 人であれば十分に倒せるんですけど、鉄砲で狙われてますね。確か近藤も負傷して名前を変えてどっかに潜んでいるところを捕獲されてましたよね。ただそれはこの京都とか大阪畿内ではなくて、関東千葉県とかだったと思うんですけどね。ここではだからまた無事だと思います。はい、近藤さんの危機とりあえずは出したようですけど、どうなんだろう、戦闘には参加してくれなそうな、まあ、重傷重篤な状態であることには変わりはなさそうですね。続いてイベントになります。総司がいよいよゴッゴッ咳込んでるので厳しそうですね。はい、土方がね、今見舞いましたけど、沖田総司がかなり厳しそうですね。その沖田からおそらく小鶴ちゃんに会いに行かなくていいのかというコメント出てましたので、
ここはやっぱり最後にコツルちゃんに会いに行きましょう。コツルちゃんとはいろいろありましたからね。コツルちゃんのいるギオンに行きましょう。まあ、これが最後かもしれない、まあ、そういう雰囲気流れになってきてるので、ここはコツルちゃんに会いに行きます。料亭橘にいるコツルちゃんのところです。何か BGM がね、どれもこれもちょっと悲しげな BGM に変わってきてますね。土方はこの後関東、そして最後はね、会津から函館に渡ると、まあ、皆さんねご存知の通りの運命をたどるわけなんですけども、このゲーム上ではどっかで分岐点とかそれを変えたりする選択肢とか出てくるんでしょうかね。そこもすごく注目してプレイの方はしていきたいと思います。これを持って急いで都から出てくる。お金いらないわ。慎太郎様に死なれてからたった一人で生きてきたのよ。あなたが思っているほど女は弱くないの。明日には戦になる。ここは危ない。逃げてくれ。ここには慎太郎様のお墓があるの。死んだ人間が何になる。新選組と縁のあったのは薩長に恨まれているんだぞ。ならあなたが私を連れて逃げて。大使が待っている。それは嘘。あなたの戦いは誰のためでもないわ。あなたは戦うことが好きなのよ。戦うことでしか生きていくことができない人。ごめんなさい。あなたが好きよ。生きていれば必ずまた会えるわ。すまない。なんて謝るの。あなたのせいじゃないわ。必ず生き延びてみせる。自信家なのね。そういうところ好きよ。はい、まあ、いきなりアニメーションが入りましたけど、ここでコツルちゃんとのお別れですね。ちょっともう一度名残惜しいので、コツルちゃんのところに行ってみましょう。門前払いを食らいそうですけど。普通にお待ちしておりましたなっちゃいますね。まあ、このまま出ましょう。はい。さらにイベントが続きます。1月3日。これは鳥羽伏見の戦いが始まったそのまさに当日になりますね。この林ゴンスケで合ってるかな読み方。実際にいたんですかね、この初老のおじさんは。これ見ると京都奉行所のね、まあ、隊長閣のような感じに見えますけど、この林ゴンスケ、会津藩士だと思いますが、彼の指揮のもと薩長軍との戦いという描写になっています。まあ、新選組というと、やっぱり、剣客集団。刀を持ってる集団のような気がしますけど、この鳥羽伏見の戦いとかになってくるとね、まあ、いわゆるマスケット銃兵みたいなものを、やっぱりここは、彼らは、剣客集団ですね。剣を持って、まあ、突入をしていくという描写ですけど、相手はね、当然、
銃を持ってますからね。当時おそらく南北戦争とかも終わって世の中、世界でっていう意味での世の中では、銃が有り余っていた時代なので、安くで大量に銃がこの日本の中に入ってきているっていうね、そういう状況の中、この鳥羽伏見の戦い、倒幕戦が始まっているんで、剣客集団の方はやっぱり厳しいですよね。ここも明らかにね、時代遅れの装備で戦ってるようにも見えますけど、ゲーム上ではご覧のようにサクサク前に進軍できてますけど、実際にはね、銃弾の雨あられがこの降っているような、そういう状態ですからね。今誰かがやられましたけど、このままでは厳しいな。急いで敵を切り伏せていきましょう。ここでゲンさんがやられましたね。土方もやられた。ちょっとこれは厳しい戦いだな。どうやってあの銃の攻撃を避けながら突入できるかっていうのがちょっと難しそうですね。戻ってきます。さて戻ってきました。たださっきの戦いぶりだと、普通にやっても攻略が難しそうですよね。どうするかだな。撤退っていう選択肢もありなのかな。とりあえず敵の数を見ておくとこんなもんですね。この大砲はすぐに倒したいし、あと土方がやられないようにっていうのを最優先に考えますか。なので土方を温存していきましょう。一番離れて動かすということですね。佐之助、長倉、新八、源さん、彼らを盾にして進んでいきましょう。かわしてくれよ。ある程度運要素もありそうですからね。ここまでは普通にかわしきったな。とにかく一番前には出ない。で、大砲は長倉新八で斬殺しましょう。砲兵を撃破。で、源さんでこいつを切りましょう。だいぶ敵に近づいてきたので当たる可能性も増えてきたからな。ここは源さんの後ろに隠れる。こういう戦術が当たってるのかどうかもちょっとわからない手探りなプレイにはなってしまってますが、ここはそうだな、ちょっとあんまり動けないですけど、この画面上でいう右側にいる敵2人を狙っていきましょう。ここもちょっと危ない回になりそうだな。ここしのげるかどうかで変わりそうな、そんな感じがしますね。とりあえず源さんで切る。ここよ、ここ。食らってる、食らってる。かわした。土方がかわしてくれればとりあえず OK かな。切っていきます。とにかくね、数をこなして運要素があるのであれば運要素に勝っていくしかないですからね。ここも源さんを出してあと2人。この際誰かが死ぬのはしょうがない。佐之助がやられた。あと
長倉新八、源さん、土方が残ってますね。最後は源さんでとどめ。佐之助が脱落か。ただ気絶止まりですね。死亡フラグ立ってないので大丈夫そうです。2回目にしてとりあえずこの重兵との戦いは乗り切れました。まあ、この鳥羽伏見の戦い、一説によれば幕府軍が1万から1万5000、薩長軍が5000ということで幕府軍のが圧倒的に多かった。でいわゆる装備品も幕府軍もね、薩長軍に劣ってない最新の装備も持ってたようなんですけども、ここはね幕府軍が敗走したという、まあ、史実通りの展開になっています。でこの後慶喜ら幕閣の中枢部は大阪から軍艦に乗って江戸に退却したというところですね。こう軍艦の名前なんだったかな、春明丸じゃなくて、なんかね、あの幕府が最新の軍艦、ちょっと名前出てこないですけど乗ってね慶喜が逃げたというところです。おつるちゃんがどうなったのかすごい気になるな。山崎は僕の新選組の中では観察型を務めてもらった大使ですね。はい、江戸に戻ってきました。土方自体が江戸に戻ってくるのは、まあ、このゲーム上での話ですけども、ゲーム上では上洛してから初めてですね。はい、では江戸に戻ってきてキリがいいので今回はねここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。